河合駿さんの、うん、日本人という病っていう本を読んでいて、はい、うん、明治に入り、はい、我々の国でも、まあ、西洋化が進み、うん、西洋化で個性のことを、はい、インディビデュアルというが、うん、それは、個性というよりもどうしてもその個人主義という意味合いの方が近くなってしまうっていうのを、うん、なんで本当は個性って意味なんだが、インディビデュアルっていうと、うん、ちょっと何て言うんだろう、セルフィッシュ、個人主義みたいな意味合いが強いから、うん、その河合駿さんは新しい単語を発明したと、うん、それをイーチネス、うん、それぞれそれぞれ、うん、で河合駿さんは個性は、うん、インディビデュアルではなく、うん、イーチネス、それぞれだ、うん、っていう方がいいのではないか、はい、みたいなのをおっしゃってる本で、インディビデュアルというのはディバイドが分けるっていう意味なんですけど、はい、そのインディビデュアルっていうのはそのディバイドにインがついて、うん、要はこれ以上分けられないものっていう意味で個人主義だと、うん、でこれは ATOM、うん、原子と同じで TOM、 トムっていうのも分けるっていう意味で、うん、A っていうのは分けられないという意味だと。でアトムというのはインディビデュアルと同じ言葉で、物質を分けて分けて分けてもう分けられないっていうものにしたのが、はい、うん、アトム、うん、であり、人間を同じように分けて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 分けられないところまで行ったのが、うん、インディビデュアルであると、うん、っていうお話をしていて、うん、いやこの考え方の基礎になっている、うん、分けるっていうのは非常に重要で、その欧米の考えの基本にある重要な考えが、うん、何かと何かを分けていくこと、うん、例えばどんな神話を見てもその天と地が分かれたとか、はい、うん、光と闇が分かれて、うん、みたいな、そのそういうふうに分けることによって人間の意識というのが明確になってくるのですと、うん、面白くないですか。あ、確かに意識無意識なんて言っても、はい、そういうのも彼らは分けたよねって、うん、善と悪、高いと低い、うん、いろんなことを分けていって、動物もどんどん分類して、うん、で分類が精密に細かくなっていって、分けられたものとの関係が分かって組織化され、で人間の頭脳ができていく、うん、でも極端に言えば分けるっていうのはあれかこれ、0と1、うん、人がいたら好きか嫌いか、食べれるか食べられないかっていう、その、うん、0と1の組み合わせをつなげていけば、うん、人間の頭脳と一緒じゃん、うん、っていうのでできたのがコンピューターだと、うん、例えばバラというものでも動物植物でいくと動物ではない、うん、植物の中でも何々ではない、うん、って言って分けていくとバラっていうのが出てくる、うん、人間の思考でさえこのようにコンピューターと同じだと考えていくと、うんうん、その、まあ、分けるっていう考え方が根ざしているもんだと分かりますよね、はい、と、うん、ところがこの分けるの反対は何かって考えると、うんうん、分けないっていうわけにはいかないし、うん、溶けるでもないですねと、うん、包むでもないだとすると融合するでしょうか、うん、って考えて、まあ、じゃあこの本では分けるの反対語は融合すると考えましょうと、うん、で人間の意識が分けることを進ませて、まあ、科学ってそうですね、うん、で20世紀っていうのはそれを極端にやり抜いて反映してきたと、うん、で便利な世の中になったねと。ただそのなんかつながっている感じがしませんかと、はい、分けてだけど、はい、どこかつながってる感じがしませんかと、はい、ユングの無意識は、はい、人の意識のない部分が無意識なんですけど、うん、ちょっとこの本で面白いこと書いてあったのは、うん、無意識はみんな共有なんですよ、一緒って書いてあって、はい、なんか僕の中でそれって
そうだなって落ちてくるんですけど、無意識が同じものだ、みんな、いやクラウドで同じものを使ってるんですよ。わかんないっす。あ、そうですか、はい、なんかピンとくるものありません。うん、何を言ってるかわからないです。無意識が一緒なんか、わかんない、いやパターンが一緒っていうことかもしれません、はい、パターンが一緒、はい、何かが類似性があるってことですか。何かがあって、その一緒もうダメだ死のう、うん、ってなるときって多分みんな同じなんですよね。わかんない、死のうってなる行き着くときの感じって、はいはいはい、うん、多分同じなんだろうなって僕思うんですよ。どうなると死のうと思うか、ね、死のう、なんか人って死にたくないじゃないですか、はい、でも、うん、何かを超えると、うん、もう僕ダメだ、うん、死のうって思うわけですよね、うん、その死のうっていうパターンって、うん、僕一緒だよなって思うんですよ。僕は分かんないのが何が一緒かが分かんないんだ。僕も分かんないですただなんかそのパターン、うん、あ、もう死のうっていう、うん、この感じ、はい、だってでみんなそれで死のうとする、死ぬんですもん。それが一緒かどうかが何も辿っていく道は違うかもしれないですけど、はい、結果が一緒ってことってことは一緒じゃないですかって僕思うんですよ。はい、よくわかんないですすいません。そうで僕もねこれを読みながらね、はい、何が書いてあるんだろうとかって思いながら、うん、我々は、はい、なんか生きてて苦しい人もいらっしゃると思うんですけど、うん、なんでかわかります？苦しい病気なんですよ。心の病気、違う、日本人っていう病気です。日本人特有の考え方による、うん、はい、っていうことが書いてある本なのかなと思って、この日本人という病、まあ、タイトルはそうですもんね、はい、っていうのを読んでいて、要はそのこの日本人の中に、うん、明治維新があり戦争があり、はい、ギブミーチョコレートがあり、うん、西洋が尊いねで入れてきてるわけじゃないですか、うんうんうん、向こうの文化を、はい、で、あの学生運動の時に、うん、フランスやん、フランス哲学やんってなって、うんうん、サルトルだの、うん、フーコーだの、うん、あの辺から入れてくわけですよね、はいはい、でもなんかそういうことによってズレとかが、うん、なんかできてるんじゃないのみたいなことが書いてある本なのかなとかって思いながら読んでるんですけど、で私って何っていうのも、うん、結局はこの分けてこの細分化していく中での私じゃないですか、うんうん、はいはい、日本人、はい、愛知県の人、うんうんうん、春日井市の人、うん、会社はここの人、うん、何ができる人、うん、みたいな、はい、男の子、はい、結婚した人とか、うん、っていうその私は何者かみたいな問いかけがやっぱり出てきて、うん、私とは何か、うん、っていうのになるとやっぱりこの悩んでしまう人がいるみたいで、うん、例えばその課長なんだけど、うん、頑張って部長になりたい、うん、っていうところで頑張っている人がこっちにいます、うん、がこちらでは、うん、そういうのに興味がない人もいるんですよね、うんうん、っていう時にこっちのことはやりたくないのに、はい、まあお金稼ぎたいし、うん、とかでやる自分がいる、はいはい、でもそういうことやりたくないっていうこのこっちの自分もいるとか、うん、このでも両方とも私なんですよそれって、はいはいはい、どうやってつなげるみたいな、はい、のが書いてあって、うん、勉強する人勉強しない人、はい、出世を目指す人、うん、出世を目指さない人っているんですけど、そういう出世を目指す人を、うん、でまあ、分ける人、分ける世界で頑張ってる人、はいはい、いろんなことを分類して、うんうん、まあ、だとすると上があって下があって、うん、じゃあ上を目指そうっていう分ける側の人と、うん、まあ、高校ぐらいの時もじゃあそうやって受験戦争なんて言って、はい、勉強する側もいるんですけど、うん、結局その大学とかも受けずにフラフラして、うん、勉強なんてアホ臭いっていう人もいるんですよね、うん、で多分高校の時とかに、はい、辞めてく人っていませんでした？いました。多分何かが見えてたんだろうなって。見えてたかどうか分かんないですけど、いやそのアホ臭みたいな、うん、分かんないですけど、ね、まあ分かんないですけどね、うん、でまあそれは極端ですけども、例えばそのじゃあ女子弁、まあ、男子弁もそうですけど、うん、トイレ行こうぜって、うん、
3、4人でトイレ行く人、うんうん、行かない人もいるわけじゃないですか、うん、っていうその融合、そういうところに行けない人がいるんですけども、うん、この分ける側の真実っていうのもあるよとっていう、この我々普通の方って書いてあるんですけど、分ける側が、分ける側、うん、課長より部長の方が偉い、うん、教頭より校長の方が偉い、うん、っていうのは、うん、まあ、僕からすると普通なんですよ、うん、分ける側から見ると、はい、それは普通、うん、学校の中で一番偉いの誰ですか、うん、校長先生です、はい、っていうのはなんか、うん、パッと分かるが、うん、まあ、これ正しいことは言ってるようなんですけども、うん、これがどのレベルで正しいのか、うん、みたいなことが書いてあって、うん、この世で生きてるっていうのはそういう分けるっていう部分とつながってること、うん、だがそれを全部捨てて生きるのは難しいけども、そういうのやってる人もいるよと、うん、大学をパッと辞めて出世も全部捨てて、うん、お経とか禅とか、うんうん、ヨガとかそういうのにふける人、うん、っていう人は分けるよりも融合が強いと。でもその今度は融合する、そういったものと融合するものを強めていって、うん、仏教界で偉くなってしまうと、うん、あ俺はもうすぐ何色の衣かとか、今度はそのはい、はい、分けが来るみたいな、うんうん、で、あお布施がいくら入ってきたとか、うん、その捨てたはずなのに、うん、どこからが融合でどこからが分けるか、うん、みたいなことが書いてあって、この2つをつなぐ私みたいなの多分皆さんもあると思うんですけど、人生の課題だと年を取ってくると分かる、うん、で前もちょこっとお話ししたことがあるんですけども、統合失調症の人が世の中をどういうふうに見ているか、はい、この統合失調症になって、うん、治ってからその時にどういうふうに見えていたかっていうのを説明してくれましたと、はい、その人は学生なんですけども、うん、学生寮で暮らしている時に、うん、突然机そのものが見えてきたと言われるのです、うん、素晴らしい表現だと思いました、うん、要するに我々は机そのものではなく、うん、机というものがここにあるから安心しているのですと、うん、どういうことかというと、机というものは、うん、木で作られていたり石で作られていたりしますと、うん、あるいは物を書くときに使ったり講演するときに前に置いたりすることもあるでしょうと、うん、ところが机というものについて僕らが言えるのは組織の中に完全に入っているからですと、全体の中の関係を認識してるからこの机というものを認識して、机そのものではなく机というもの、はい、ところが机そのものは見ることができませんと、見ると大変だからですと。それでもみんな時々こういう体験をすると、どういう時かというと、何かがあってふと外を見た時に若葉の色がすごく綺麗だったとか、例えば、あなたはがんで1ヶ月後に死にますって言われた時にパッて外を見ると青空が綺麗だ、うん、木が緑だっていうこの美しさに気づく、うん、僕らは外に出るたびにうわ木の緑とか、うんうん、空が青い、うん、とかやってたら、うん、何もできなくなりますと、うんうん、人間はそういうもの、うん、というものの中で生きているから生活できている。ところが机そのものが見えてきた彼は自分が見えたものを人に伝えたいと、うん、学生寮で、うん、君は知らないかもしれないけど、うん、これは机なんだよ、うん、っていうのを、うん、目の前で僕が言い出す、うん、はい、そうすると、うん、大変だと、はい、ってなって入れられてしまった。だからその、うん、我々がこの世で生きているということは僕に言わせれば、例えば、花を見ている、うん、こと自体が誰かがバラの花という名前をつけたことで限定している。つまり僕らの中でバラという花は、バラ科の木で1本だいたいいくらぐらい、うん、あ、これが何本ぐらいだからいくらぐらいだね、うん、っていうふうに見てるが、
これに対してバラそのものが見えるっていう人はどういう人でしょうかと。例えばそれは芸術家ですと。バラ一本描いてもすごい迫力があるし、僕らがそれをものすごく高い値段を出してでも買うということは、うん、画家がバラそのものに近いものを見てそれを描いているからです。我々はなるほどと感じさせられるけども自分ではそのバラを表現できない、うん、が芸術家というのはその融合の世界にありながらバラ一本一つとして一つの完全なイメージとして融合の世界、はい、バラそのものを分ける世界に表現することができる芸術家は、うん、だからそれが価値があるんだと、はい、ゴッホがそうだと、うん、ゴッホが糸杉を描いた、うん、それだけで価値がある、うん、が当のゴッホは狂って死んでしまうと、うん、ごめんなさい、はい、何が言いたいかっていうと、はい、いや、うん、こういう2つの見え方の世界があって、はい、多分我々もそこで生きていて、うん、ここをつなぐ、はい、我々の中にもあるんですよ、おそらく分けられないものと、うんうんうん、あると思います、はい、それをつなぐのが我々の人生だ、うん、はい机だって言われた感じです僕あ、はい、強靭に見える、はい、作れたよって言われてる感じがただ、はい、違うんですよ、はい、楽しい時とかも、はい、なんか人は意識が決めてるのではなく、うん、無意識が決めるって言うんですよね、はい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 、要は、うん、決定する前にも決定してるんですよ、うんうんうん、わかります。これ同じ機能なんですよ今の話と。僕は僕だけじゃないんですよその機能の機能は、はいはい、はい、何が痛かったかっていうと明日も頑張ろうで、はい、僕たちは、うん、それぞれの考えの中、うん、分けられた世界、うんうん、この分けられたは僕たちが分けたわけではなく、うん、もう分けられてたんですよね、うんうんうん、分けられてる世界、分けられてる世界で、うん、我々が分けたい分け方があって、うんうん、分けられない部分があって、うん、これをどうつなごうとするか、うん、っていう世界なんでしょうね。はい、人生はっていう。人生は、うんうん、なんとなく分かるような分からないようなっていう感じです、ね、はい、